おはよう。あ、おはようございます。あの、昨日は大変ごちそうに。どういたしまして。こちらこそ。あ、放課後時間があります？今日もですか？好きだよ。ゆうべOKしてくれたよな。あ、本気だったのか。ねえ、夏休みだけど8月はどうしてるの？今のところは別に。じゃあこんな日程で。日程って旅行ですか？今からじゃ。安心したまえ、ホテルもエアーも予約は OK です。先生、僕はまだ行くなんて言ってませんよ。僕には僕の都合が。今空いてるって聞いたばかりですよ。決定ね。はい。僕行きませんよ先生。ったく、二人きりの旅行なんて。すいません、行けなくなって。おばのペンションの手が足りなくなってしまって。どうしてもダメ？しょうがない。そっちに僕も一緒に行くかな、ペンションとやらに。え、一緒にですか？まずい？人で少しでも多い方がいいんじゃないの？遊びに行くんじゃないんですよ。そっか。元気そうだね。なんだよ水臭い。電話ぐらい入れてよ。駅まで迎えに行ったのに。突き当たりの部屋、いつもの。わかるよね？うん、シャワー浴びるな。お客さんなんだ。ちょっと手伝ってくれ。風間先生。いや。兄ちゃん、お客さんにお茶を。突然に来て怒ってるよな。嫌だったらすぐ帰るよ。君に嫌われたくないから。先生こそせっかくの休みをこんなところで。僕は君がいればたとえどこにいたって天国なんだ。またすぐそういうことを。会いたかった。ここにいてもいいかい？この人はずるい。僕の性格を分かっててこういう言い方をする。できたんですか？変かな。じゃあ明日私と付き合ってもらえません？
ゆかり、私たちでしょ、私たち。絶対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 よ。兄ちゃん、風間さんって結構モテるね。そう、あんなベタベタして嫌だな僕は。それやきもち？見たぜ、兄ちゃんたち抱き合ってたろ。あれはあの人のスキンシップだよ。激しいだけだよ。ベッド空いてるじゃん。ねえ、いいよね。ダメだよ、ゆかりちゃんに怒られるよ。わかんないよ。あ、みつろ。え？あ、今夜風間さんの部屋で寝てもいいですか？そういうわけだから。何それ。おやすみなさい。君、僕と一緒に寝るんじゃないの？あの子、止めるつもりだったんですか？いや、とんでもないです。君という最愛の人がありながら、ましてや僕は教師。あ、嘘つき、ずるいぞ。風間さんに会ってから好きだって何度言われた。臆面もなく挨拶みたいに。好きだ、好きだ。今まで誰にも言われたことのないほどに。こんなところまで追いかけてくるなんて。僕、困ると頭の中が真っ白になっちゃうんだ。その言葉で僕を洗脳しないでください。兄ちゃん、あの先生とどういう関係さ？あいつ絶対危ないぞ。兄ちゃん自分のこととなると鈍感だからな。気をつけてくれよ。君たち、いい歳して抱き合うんじゃない。君たちは一体どういう兄弟なんだ。兄弟で抱き合って何が悪いんですか、風間さん。兄弟じゃ結婚できないんだぞ。他人だって男同士じゃ結婚できませんよ。だ何の話してるんだ君たちは。そうやんま、来てよかったね。お待ちどうさま。サンキュー、一緒に飲もうぜ。オッケーオッケーオッケー。子供はダメ、ジュースにしなさい。子供じゃないわよ、子供じゃ。ほらね、未成年でしょう君たちは。何よ、学校の先生みたいなこと言わないわよ。まあ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 。ところが僕たち歴史とした学校の先生なんだな、これが。やっぱり迷惑だったんだろ、僕がここに来たのは。君は言ったな、どうしても人手が足りないって。ここへ来る僕との旅行をキャンセルする理由さ。嘘をついたな。僕と旅行するのが嫌ならなぜそう言わないんだ。嘘じゃありません。じゃあなぜ旅行をキャンセルしたんだ。僕は君に気持ちを打ち明けた、交際を申し込んだんだ。君はOKしてくれた。